一方的に何も悪いことしてないのにあの出ていけと言われることが一番納得がいかないです千歳市役所を訪れたのは道の駅サーモンパーク千歳でテナントとして営業する3つの飲食店の関係者です市に対し道の駅の運営会社が変わる来年度以降も営業を続けられるよう求めました道の駅良くしていこうっていう気持ちがありました

これに対し来年度から変わる新しい運営会社は道の駅に入る店舗を自社で直営する方針で先週になって複数のテナントに今年度中の立ち退きを要請しましたテナントの関係者によりますと現在の運営会社や千歳市から立ち退きに関する事前の説明はなかったということです我々として求めているような えと差し戻して、もう一度考え直していただきたいということに対しては、えー、難しいだろうというような回答でした私たちが望んでいるのは、あの場所で安心して、えー、商売を営んでいきたいと、店舗を失うということが、生活することに直結するっていうところになっています市の方にはちゃんと向き合っていただきたい、分かってほしいことだというふうに思っています。 道の駅を所有する千歳市は近く現在の運営会社と新しい運営会社との間で協議を行い対応を検討するとしています市が新しい運営会社を議決したのは去年12月のことでしたではなぜ先月末までテナントへの説明がなかったのかということについて両者このようにコメントしています、はい、まず千歳市ですが テナントの入退去は運営会社に任せていることなので介在できないとしていますそして新しい運営会社はテナントへの説明は市や現在の運営会社の対応としていますじゃあその現在の運営会社はと言いますと年度末に指定管理者が変わることはテナント側に伝えていたなどとしています 人気の道の道駅をめぐる問題です千歳市と2つの運営会社は近く今後の対応について協議する方針です。